どうも、シュンダリーメンバーの星です。どうも、シュンダリーメンバーのキーです。とどうも、みなみです。いつもみんなありがとうございます。はい、ということで、僕もなかなか就活始めてなく、なんか3月中ってどういったことをやっていけばいいのかなっていうのをちょっとお聞きしたくて、ちょっと今回みなみ先生にお越しいただきました。なるほど。リアルな意見として、お二人はなんかこう今不安に思ってることとか悩みとかってあったりするんですか？なんか大学名を言い訳にするわけじゃないですけど、予見してますね。はい。大学名が例えば低いので、ちょっと DS 取んなかったらどうしようかなとか、例えば最初に10社ぐらいエントリーしたけれど、まあ、それ全部落ちたらどうしようかなとか、そういった不安はあります。あ、面接行く前に落ちるんじゃないかっていうことっていうのもありますし、DS で通過したのが例えば3社とかで、3社全部最初の方に落ちちゃったらもうどうしようかなとか思ってます、ね。なるほど。わかりました。はい。ありがとうございます。私も、まあ、大きく言うと落ちてしまうっていうのが不安なんですけれども、その機会を逃しちゃうと、あ、もう次ないんじゃないかなって、追い込まれちゃわないかなっていう不安があります。なるほど。まあ、全員そうですよね。あ、そうですね。就活生誰もが思うことですね、多分。そもそも面接まで行かないのに落ちたのかよとかも分かるのでそれも嫌ですね。なるほど、はい。じゃあそんな悩める皆様に、あの3つ僕がアドバイスしたいと思って持ってきました。1つ目、落ちても大丈夫。おお。実際面接官も人間なんですね。で、お二人とも大学の授業で眠ったことありませんか？あります。ありますよね、はい。しかもそれは別に教授が悪いからとかじゃなくて、自分自身が夜更かししてしまったとか、自分のことだけで眠くなってしまったこととかってありませんか？あります。つまりどんなに学生がいいことを言っても相手が眠かったらもう終わりなんですよね。でしかも人間なので、やっぱり20人連続で見るとさすがに疲れますよ。星さん、15分間の面接を朝8時から夜18時まで、昼休憩1時間挟んでやってくださいと。疲れますよね、どう考えても。午後の1本目は多分寝てます。寝てますよね。寝てますし、一人一人そんな細かく覚えられるわけないじゃないですか。はい、覚えてないです。なので面接官もそんなもんなんですよ、結局。そんな機械的な正解とか公式とかないんですね。たまたま面接官が眠いからっていう理由で落ちるケースもあるんですよ。だから落ちたことに対して落ち込みすぎるのは良くない。で、相手も人間なんだっていうふうに思うことが一番大事。例えばどこかの飲料メーカーに落ちてしまって、会社全体から否定されてるように勘違いしちゃうかもしれないんですけど、それはあくまでも勘違いであって、その会社のその採用担当のこの面接官一人とたまたま合わなかっただけなので、その会社から全否定されたと思わない方がいい。まあ、これを見てる皆さんとか、まあ、お二人とかも5年後10年後に面接をする側になってるわけですよ。僕もちょうど2012年入社なので、まあ、約10年前に、まあ、まさか10年後に自分が面接する側になってると思わないわけじゃないですか。でもお二人とも5年後10年後に面接をしてるわけですよ。なんで結局人間なんだなっていうふうに思った方が良いです。落ちても落ち込みすぎないでくださいっていう意味で、メンタルの準備をしてくださいっていうことですね。メンタルの準備ってなんか具体的に何をすればいいのかと思って。相手も人間だって思うことですね。慣れてない人は相手が機械だと思っちゃうので、相手も人間だっていうことを理解すること。人それぞれ感想は、星くんがめちゃくちゃ面白いって言った映画も、まあ、キーちゃんはそのこれ全然面白くないっていうケースもあるじゃないですか。全く同じ映画でもそういう感想で分かれるので、まあ面接なんて映画と一緒だっていうふうに思う感じですね。一方で、じゃあ自分はなぜこの映画に感動したのかってところとか、まあ、映画イコールまあ誰かの面接とかね、その要素分解をしておくとかですかね。なんかとはいえ、あの面接はい、星くん、はい、わかりました。例えばなんですけど、じゃあ1社目は合わなかった、好きな映画じゃなかったとしても、2社目、3社目、4社目、5社目とか全部好きな映画じゃないってなったら、なるほど、やっぱりメンタル落ち込みますし、それは自分が悪いかなって思ってしまうんですけど、そこまでたくさん落ちてしまうと、それは自分が悪いですね。伝え方とか伝える順番、自分が話が長くなっちゃったりとか、相手が質問したくなるような引っかかりワードが用意できなかったりとか、それも単純な準備不足なんですね。準備不足、努力不足、それはもう自分が悪いって思った方が良いです。たまたま一社落ちちゃったことに落ち込みすることはないよっていう感じで、なのでベースとしての努力は欠かさないでください。続きまして2点目、筆記試験で落ちて後悔をしないでください。よくあるのはやっぱり SPI とかテストセンターとかで面接に行く前に落とされてしまうケース、これはやっぱり後悔しちゃうと思うので、やっぱり SPI テストセンターの対策っていうのはしっかりやった方がいいです。これは一人でスタバとかマックとかこもっても効率が悪いので、まあ、合計2人3人ぐらいのグループで時間を決めたら、その時間集中して一緒にやろうというふうに友達同士で集中する時間を作った方がいい。じゃないとモチベーションがなくなっちゃって、とりあえずまあ SPA テストセンター後でいいやっていうふうに永遠に後回しになっちゃうので、
友達と時間を作ることが大切です。でキーさんはおそらくそのペーパーテストは得意だと思うのでキーさん筆頭にして皆さんが この90分間だけは一切喋らず全員で集中しようというふうに決めてメリハリをつけてやると。まさに面接に行く前に落ちてしまうことは後悔を生んでしまうのでその後悔をしないようにしましょう、はい、で3点目、これはもう一番重要なアドバイスなんですけどこれはもう社員訪問です。就職活動って聞くとなんか合同説明会行ってとかES の準備とかあれもやんなきゃこれもやんなきゃって思うんですけどやっぱ一番大事なことは働いてる人の話を聞くってこと、これが一番の本質なんですね。だ僕はもう合同説明会とか企業説明会とか全部いらないと思ってるんで、もう社員訪問だけすればいいと思ってます。それがリアルだし実際そこで感じた違和感っていうのはリアルなものなのでもしその違和感を抱えたまま入社しちゃうと不幸になるし社員訪問しないまま受けてると志望動機がものすごく浅いものになってもう受けるだけ無駄なんですよね。時間の無駄なので社員訪問ができないような会社はもう受けない方がいい。逆に社員訪問拒否する会社はブラック企業なのでアウトで弾いた方がいい。人事の人に社員訪問させてくださいって言うってことですか。まあ、そうですね、うん、いろんなルートで辿った方がよくてそれもあるしオンライン上で見つけるも良いし例えば1校上の4年生の先輩っていろんな会社の人に社員訪問すでにしてるはずなのでその1校上の先輩経由でお願いをしてみるとか、ただ頼んで OK じゃなくてそれはこちら側のメリットも考えた方がよくて、一切メリットないじゃないですか。でもし学生が失礼なことをしたらもう僕にはデメリットしか聞かないわけですよ。その中でもどういうメリットを提示できるのかっていうのがまさにここから営業とか始まってるわけなので相手の立場に立って例えば若者は何もないかもしれないしお金もないかもしれないけど爽やかさ元気さ誠実さっていうのはできるわけじゃないですか、はい、それさえあればこの後輩と付き合いたいなっていうふうに思うわけなのでそこを忘れないようにする。自分がいかに本気かっていうところをロジックを立てて説明してあげるっていう。わかりました。ちなみになんですけど例えばキーちゃんとか何十社っていう会社を受けてるじゃないですか。その社員さん全員で社員訪問するとなると莫大な時間がかかるかな。その通りです。どのぐらいの志望度とかどのぐらいのタイミング例えば何時面接から OB訪問した方がいいとかってございますか。後回しにすると詰むのでもう今からでもいいから社員訪問は徹底的にやった方がいいっていう。それでも間に合わないんだったらもう受けない方がいい。じゃあ基本的にはもう全社行くぐらいの気持ちで。気持ちはそうなんだけどでも物理的に不可能だと思うんでそういうところは自動的におさらばもうESも出さないっていう風にしていく。まあ時間は限られてるので、はい、よくある話ではあるんですけれども先輩がいないとか、まあ、なかなかつながれないかなっていう風に思ったんですけれどもそこは何かしらコツだったりとか方法ってございますか。やっぱり一個上の先輩をよく関係値を築いてお願いをしまくるっていうのがやっぱいいんじゃないか。一個上二個上ぐらいの近い先輩それでも無理だったら僕だったらもう合同説明会とか会社の説明会行ってもう人事にめっちゃお願いする。だから説明会があってみんなゾロゾロ帰っちゃう中ちょっといいですかすいません本当に志望してるんで本当にお願いしますっていうふうに言うとか、お願いするのただじゃないですか。いかに本気かっていうところを見せればなんとなくだとそれはもうさよならってなるんですけど なぜ本気なのかどれくらい本気なのかっていうことを伝える。3月にやることは友達捕まえてもゲームするってことですね。スピアの練習も友達とする友達楽しんでやるみたいなところが大事だ、そうですね、まあ、メリハリをつけてスピア集中してやろうと、で面接の時もいい面と悪い面もどちらも言って、まあ、楽しみながらやるっていうふうにするといいかなと思います。まあ、まとめると準備はしっかりした上で、まあ、落ちても落ち込みすぎないようにしましょうっていうことですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というところでもし南さんから焦ってる就活生だったり焦ってる人落ち込んでる人とかいらっしゃるとは思うんですけども就活生に対して何かしたメッセージとかなるほどお願いしてもらえますか。はい、人生はとても長いんですね。今目の前の壁は就活だって思っちゃうかもしれないけど長い長い視点でもっと引いた目で見ると就活なんて山はちょっとした山なんですね、もっとこれから社会人になって入社して仕事の面もプライベートの件もいろんなことが起きるので、もうあの時就活の壁なんてちっちゃかったなっていうふうに必ず思うようになるんですね、今の壁は全然まだスタートラインだっていうふうに思った方が良いです。これで人生は終わらないしもっともっと長い視点で人生を考えてほしいなというふうに思います。はい、はい、はい、まあ焦る人とか、まあ、これから悩んでいく人もいっぱいいらっしゃるとは思うんですけども、まだまだみんな選考途中ですし、まあ、1社2社落ちた程度ではもしかしたら相手が悪いかもしれないのでそこも落ち込まず、ただ4社5社落ちたらちゃんと反省しましょう。はい、ということで本日ねねさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみに南さんの SNS と YouTube は、はい、概要欄にありますのでぜひチェックしてみてください。はい、世界日お金の道場ぜひ YouTube チャンネル登録お願いします。お願いします。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
じゃな。じゃな。じゃな。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。